28と432というヘルツがねいいんだって本当は、うん、今のこの波形では良くないだろうけど、うん、やっぱり夜中波形っていうのが大事だなと思うなと、昔は波形の意味わからなかったけど、まあちょっとね興味持ちになったなと思うわ。やっぱこの波形が悪いとさ喧嘩したり起きるんだなと思ったね。まあああいう政治家とか官僚がいなくなったらねいいんだよ、あのメディアとかね、あの世の中仕切ってるものがいなくなったらもっと安全になるのかなと思うけどね。まあ誰も来なくちゃって別にいいんだけどね、誰も来なかったら次のタイトルやっていくと思いますが、当然ね、あいつタイトルでね、コントロールしようかな、うん、そう、ヘルツがね、432がいいんだっていうことです。うん、まあ私のこのね音を流すのはヘルツは違うんでね、本当に132っていうヒーリングがあるんですよ、 YouTube でもありますよ。昔のね音楽っていうのはね432だったらしいんだよね。で1929年ぐらいが440になったらしい。440っていうのはね良くないんだって音楽としては、うん、なんかパンクとかロックはねあんまりいいと思うけど、まあ人はね何を好きか分かんないけど、まあ私はこの440、432の音楽作れないからね、ヒーリングでさあの YouTube であるので聴いてほしいなと思います。これ全然440とか分かんないからね、これ432がいいんだって本当はね、528とかで440になるとやっぱりね戦争と紛争を起こしたくなるなって、やっぱりね波形というのは大事であるということをね、まあちょっとずつ波形を伝えていきたいなと思いますわね、うん、外のこういう防災無線とかもねちっとも良くないからね、このヘルツっていうのを勉強していきたいなと思うけど、まあ誰かがこう細かく教えてくれると私には分かんないから、ヘルツに関してはね、だから防災無線のヘルツは全然良くないの分かってたし、うん、なんか人がねこう困るようなことばっかりねこうやってるよね、うん、